一つは九州の時に自分の一族の中に康平君が出てて勝ったなのに続けてないのは手が骨折したから。康平君めっちゃ強いんで九州代表になったらめっちゃ楽しみしてたね。だから出たのはびっくりして喜んで応援したいと思ったんだけど勝ったなのに手の骨折で出れなくて残念でした。康平君ちゃんと大事にして次また出てください。